月に一度のアルスマグナ広報部月一アルス。2.5 次元コスプレダンスユニットのアルスマグナが月に一度情報をお届けする月一アルス。アルスマグナ、僕たち高校生なんですけども、僕らの私立クロマス学園って高校に通ってるんですけど、そのクロマス学園には校則があります。この校則を僕ら一人一人がしっかり守れてるかっていうのを今からちょっと確認してみたいと思います。彼らの通う私立クロノス学園、その校則とは大志を抱き共に作り社会に貢献する。大志、競争、貢献、この3つのポイントをそれぞれ1人のメンバーに回答してもらい、他の4人にそれをしっかり守れているかチェックしてもらいます。今回の回答は2年 B 組小日向翔。アルスマグナでは底抜けに明るいその性格でグループの中心的存在。そんな彼の3つのポイントは、アルスマグナきっての元気笑顔キャラ、小日向翔の回答はこちらだ。グループを引っ張る彼らしいとっても優等生な回答。しかし競争、貢献の2つの項目には風紀委員の4人から指摘が。競争ね、メインボーカル、グループの中で僕はメインボーカルやってますよってことなんですよね。まあでもそれはね結構分かってる。なんかメインボーカルとして何をやってるか、あーっていう、あ、メインボーカルかっこ声高いリリーベとかするじゃないですか、うん、ショッピングモールとか行くでしょ。俺の声で結構来てくれてる人いるよ、たくさん。いや、しゃべるまあでもそれはまあでしょ、うん、で、最後貢献、僕らのファンの、ね、方のことをメイトさんって呼んでるんで、アルスメイトさんに何を届けられるかってことなんですけど、これ見てください。夢の国、あ、じゃあアルスランドってこと。じゃあ舞浜の国じゃなくて、僕らのリリーベアライブ来たら夢の国に来たような、あ、幸せな気持ちになれるよってことなんですよ。体感できる、はいはい、素敵な言葉。そう、壮大な感じなんですね。そう、キャストさんってことですか、ね、あれ、うん、ゲストを楽しませる。俺はキャストだ。そう、そういうことじゃないですか。俺じゃああれだ何がと言いません、何がと言いませんけど、これだ俺。キャラ、そういう意味ではね、それぞれやっぱこうね、特徴的なキャラクターが、特徴的なキャラクターいますからね、はい、ということで今回は無事に校則違反はなし。月一アルス、今回はここまで。次回もお楽しみに。